レイ・パーキンスは、ミシシッピ州、マウント・オリーブ出身の元アメリカンフットボール選手、アメリカンフットボールコーチ。NFL、カレッジフットボールそれぞれで、選手、コーチ経験がある。1964年から1966年まで、アラバマ大学の名称だったベア・ブライアントの下で、プロフットボール伝堂入りを果たしたジョーネ・ーマスラと共に、プレーした。 1964年、1965年、1966年と、アラバマ大学は、サウスイースタンカンファレンスのチャンピオンとなっただけでなく、1964年、1965年には、全米チャンピオンとなった。4年時に彼は、チームキャプテンを任されオールアメリカンにも選ばれた。卒業後 NFL のボルチモアコルツイリし、 1970年、オークランドレーダースとの AFC チャンピオンシップゲームでは、ジョニー・ユナイタスからの68ヤードタッチダウンパスをレシーブする活躍を見せて、チームは第5回スーパーボールに出場し、スーパーボールでは優勝を果たしている。現役引退後、ニューイングランドペートリオッツのアシスタントコーチ。 サンディエゴチャージャーズのオフェンスコーディネーターを経て1979年から1982年にはニューヨークジャイアンツのヘッドコーチを務めた。この時彼の元にいたアシスタントコーチには後にスーパーボールを制覇するビル、パーセルズ、ビルベリチックや2005年からクリーブランドブラウンズのヘッドコーチとなったロメオ・クレネルがいる。1983年に 母校アラバマ大学のヘッドコーチに就任、1985年12月には3年間の契約延長を果たした。1986年シーズン終了後、タンパベイバッカニアーズからのヘッドコーチのオファーを受けた、彼は母校を後に2回目の NFL ヘッドコーチ就任を果たした。1987年から1990年の4年間、彼は、 タンパベイバッカニアーズのヘッドコーチを務めたが、その際、アラバマ大学時代の教え子であるマイク・シュラー、カート・ジャービス、キース・マッカンツラも起用した。1990年シーズンの12月3日に、解任され、後任には、リチャード・ウィリアムソンが就任した。ジャイアンツ時代と合わせた、NFL ヘッドコーチとしての通算成績は42勝75敗であった。 1991年12月、アーカンソー州立大学のヘッドコーチに就任した。1993年から1996年まで、ニューイングランドペイトリオッツのオフェンスコーディネーターとして、ビルパーセルの下でアシスタントコーチを務め、1997年には、オークランドレイダースのオフェンスコーディネーターに、1999年から2000年には、 クリーブランドブラウンズのタイトエンドコーチを務めた。2012年、旧友で66歳のトムコフリンについて、あと15年から20年は、現役でコーチを続けることができると語った。2020年12月9日に死去。79歳没。ありがとうございます。